藤沢市 A 様邸雑草対策造園外交工事。次にご相談いただいたのはお庭でした。奥様は次々と生えてくる雑草に困っていらっしゃいました。家の周りのあちこちに雑草が幅を利かせており、草取りはもううんざり、とにかく雑草が生えない手入れが楽な庭にしてほしいとのご要望でした。リビングから見渡す広いお庭も雑草がたくさん生えていました。せっかくのお庭がもったいないですね。奥様がもう二度と草取りをしなくてよいお庭、さらにおしゃれで訪れたお客さんが感心するようなセンスの良いお庭をご提案しようと思いました。雑草だらけだった家の周辺がきれいになりました。砂利の下に防草シートを敷いているので雑草はもう生えてきません。サンゴ樹の根元に生えていたシダ植物もなくなりました。ブロック塀に絡んでいたツタも撤去し、塀は高圧洗浄機で洗いました。リビングの前のお庭が生まれ変わりました。これで草取りから解放されます。花壇のスペースには季節のお花を植えてガーデニングを楽しんでいただきたいです。すべての工事が終わり、見違えるほど素敵になったお庭を見て奥様は大変喜んでくださいました。今後草取りの煩わしさから解放され、四季折々の花を楽しんでいただきたいです。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤルは 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。